茨城県取手市にある桔梗塚へ行ってきました。ここは平将門の愛称である桔梗姫が将門が討たれたと聞いてこの地まで逃げてきたが敵の手に落ちて亡くなった場所と伝えられています。桔梗姫にまつわる説はいくつかあり、将門が討たれたと聞いて米の井の原まで逃げてきた桔梗姫がここで殺されたという説もある。以後この辺りは桔梗ヶ原と呼ばれ、桔梗はあれども花は咲かないという伝説が残っている。ご視聴ありがとうございました。これからも平将門関連の歴史史跡を巡っていきたいと思っております。よかったら高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。